宇宙。この宇宙に救う悪のエネルギー生命体、宇宙海賊ガイスターが人類の宝を狙って地球に潜入した。しかし破壊と略奪を欲しいままにせんとするガイスターたちの前に完全と立ちふさがるヒーローがいた。宇宙警察 X カイザーである。これは宇宙にはびこる悪と戦う勇者 X カイザーと仲間たちの物語である。花見山は大仏騒ぎ。てめえがつまんねえもん盗んでくるからじゃねえか。そりゃねえだろ、俺はプテラの言う通りに。何このドジが、俺は鯉のぼりを目印にしろと言っただけだ。きったれ、先に逃げた奴らがよく言うぜ。なんだとこの野郎。と大のガイスト様はおっしゃっている。丸焼きにしてやる。てめえが余計なこと言うからだ、この冒険ガンス。どうして俺のせいなんだよ。父上、みんなしてバカにしやがって。俺だって決めるところはビシッと決めてるじゃねえか。なんだ。はい、テレビをご覧の皆様、私はただいま春真っ盛りの天神山大仏公園にお邪魔しています。ご覧ください、今を盛りと咲き誇る桜の花、近年まれに見る美しさです。そして中央天神山には桜を見守るように国内最大級の大仏様。この大仏様は国の重要文化財に指定されていますが、そればかりでなく、この桜に彩られた景色こそが我が国の宝といえましょう。宝？まったくお祭り騒ぎが好きな星だぜ。本当だね兄さん、俺なんか今日は定員 120% オーバーだよ。他の連中はいいよな、花見とやらに関係なくて。大丈夫？なんとかね。それにしても花を見るだけなのに、なんだってこんなに荷物が。まあまあ海に行くんじゃないんだから、パラソルはいらないでしょ。あら、そう？心配ないよ、この車はスピードはいまいちだが馬力はある。しまらんよ。ポンタくん！やあ、ごめんね、遅くなって。大丈夫、ちょうど荷物を積み込んだところだよ。あたし、パパ、ママ、コータ、コトミちゃんにマリオ。あんたも大変だ、重量オーバーの上に定員オーバーだなんて。ええ。あ、お前なんか言った？ワン！だよね。春風や桜揺らして薄化粧。うん、風流。遅いなみんな。よし、体操でもするか。おいちね、ワンセット、ワクヘッ。あなた、風流の邪魔をしないでいただけませんこと。え、恐竜？風流よ。お待たせ。ああ、編集長。あれ、先生。先生もお花見ですか？え、先生。今度のは間違いなしだって。なんたって人間どもがえらい勢いで集まって騒いでるんだ。あれは絶対に最高の宝だぜ。どうだ、俺の言った通りだろう。
そうだな。もっと近く行ってみようぜ。金が器用でも金で買えないものがある。人じゃ言えない、人じゃ言えない。夢の世界みたい。夢の世界。琴美ちゃん、そろそろお弁当だよ。ありがとう。でも私、もう少し花びらが散るのを見ていたいの。あ、そっか。よし、よいしょ、それ。確かに素晴らしい。星川くん、先生、そんなことをしたらせっかく咲いた桜がかわいそうでしょ。はい。花吹雪が見たいのでしたら天神山の上に行ってごらん。そうそう、なんといっても大仏様が素晴らしいのよ。あの大仏様は天平時代にみんなの幸せを祈って作られたものなのです。マリオ、私たちも見物に行こうか。うん、つまりあの法隆寺と同年代に作られた。あら、わお、わあ、リフトだ。乗せてもらいましょうよね。でも観光用じゃないみたいだな。あ、我が家専用のリフトに何か用かい。たくみくん、我が家専用。そう、毎年花見に来るためにうちのパパが作らせたものさ。琴美ちゃん、これに乗れば大仏のところまで楽に行けるよ。ねえ、乗せてくれない？もちろん、美しい人の頼みは断れないたちでね。さ、どうぞ。たくみ、僕は？ねえ、悪いね。これは見ての通り二人乗りなもんだから、我々が頂上へ着いたらこのリフトを戻してやるよ。ま、健康のためには自力で上がるのをおすすめするがね。コウタくん、上で待ってるわね。よし、リフトなんか負けるもんか。私も随分といろんな星を見てきたが、こんな綺麗なところは初めてだ。いい星だな、マリオ。うん、着いたよ、琴美ちゃん。早く大仏を見に行こう。待って、コウタくんがまだよ。ちぇ、あんなやつほっときゃいいのに。コウタくん、早く。そんなにせかせないでよ。はあ、はあ、これくらいの階段でへこたれるようじゃ情けないよね。頑張って。盛り上がってきたぞ、盛り上がって。怪獣がロボットになった。これだ。あれ、こら、貴様、何をするか。逮捕するぞ。はや、こいつなんで亡くなっちまうんだ。くそ、これはどうだ。これもか。どうなってんだこのお宝は。おい、ぼーっとしてないで手伝い。あれだ。おい、どこ行くんだ。あれ、いただく。はあ、さあ行こうか。
ててよ。いいよ、一人でいくらでも休んでいたまえ。さ、ことみちゃん、行きましょう。そうだな、こいつに手伝わせるか。ボスが喜ぶぜ。レイングノバーズ、パッドフラッシュ。やべえ、この星の憩いの場を台無しにした罪は重い。その償いを存分にしてもらう。するんだな。そう簡単に捕まってたまるか。さあ、仲間の居場所を教えてもらおうか。そううまくいくかな。あ、たくみくん、大
手柔らかに頼む。このお返しはたっぷりさせてもらうぜ。沈めて花吹雪。お上手。もう。すいません。でかいのはちょっとしくじりましたけど、負けを。
これは人類への警告だ。きっとそうだ。編集長、我々は悔い改めなければなりません。どうやって悔い改めるんだ。まずは園内を美しくすることです。しかし安らかなお顔ですこと。きっとお疲れでしたのよ。ゆっくり休ませて差し上げましょう。公園は美しく、さあ皆さんもご一緒に。さあ、はい、お掃除お掃除させてください。違うんだ。複雑。あれ、揺れてる。またガイスターだ。せっかく来たのに試合中止なんて嫌だよ。次回、勇者エクスカイザー大揺れドーム球場。ミンチにも宇宙人いる。